ドブルトンでーす。今回は俺の所属しているプロチームの作戦を情報漏洩していきたいと思います。いやこれね、みんな絶対嬉しいと思う。だってこれ本気で強い技だもん。俺が毎回夜中ね、身を削って練習しまくってる本気の技をね、俺みんなに見せようと思ってる。まあ、なんてね、自分の所属してるなんかチームのみんなに殺害予告されそうなことをね、今こんなやってるかっていうと、これ俺実はね、ストリーマーカップでコーチやってんのよ。でその大会で勝ったら賞金1000万になるんだよね。だからよく考えたら、これコーチとしての信憑性を上げて賞金稼いだ方が早いんじゃねってなったんで、惜しまずね、情報漏洩していきたいと思います。あ、なんか今落としたな。いや、うますぎ。もうね、何やっても俺は、いや、罠吸った。うん。大丈夫かな？引っかかったわけじゃなくて、あえて吸った。うん。あえて吸うことによって、これ、後ろの後続の人がかからなくなるっていうことなんで、こう前向きに考えましょう。あのね、もう CG 毎回マイナスなこと考えるからね、うわ、罠かかった、キモとか言うけど、吸っただけなんで、大丈夫ですね。マットかかってもね、マットかかって。やっぱいたか、危ねえ。まあとりあえずね、本題入ろう。ネチネチ言ってると、うわこいつ気持ち悪いってなるんで、ちょっと本題入るんですけど、何のね、情報をね、生き生きね、こう漏洩するかっていうと、テルミットでプラントする方法、スモークでプラントする方法と、壁のね、マジで裏技の上げ方があるから、それをね、みんなにね、俺教えようと思う。ちょっと待って、これでもね、4対3だろ。で、俺これ一人で動いちゃってっから、みんなのとこ合流するために、ちょっとこっち適当に張って向こう行くわ。これね、準備までにマジ3億年ぐらいかかるんで、待っててください。これこのラウンドのほんと最終局面で俺の裏技見せるわ。ガチでバレない設置ポジ、ディフューザーを設置したらボム解除するやつなんだけど、このディフューザー設置マジバレないね、スモークポジあるんで、これ見てってください。ガチでね、チームのみんなにはね、殺しますみたいな感じで言われそうなんですけど、いや、殺されたいなって最近思いましたね。はい。いや、なんかもう、みんなにね、チームのみんなにね、ちょっとそんな暴言とかね、おい、死ねえよみたいなことね、言われてる時には、俺もうね、1000万握りしめて逃亡してる頃なんで、まあ、大丈夫ですね。はい。俺がね、もう、賞金1000万握りしめて逃亡する未来しか見えないんで、てかね、俺のね、有名ストリーマーなんだっけ、俺のチームの選手たちがみんな強いから絶対勝てる自信なんだよね。だから俺はマジで1000万握りしめて逃げる予定です。まあでもね、もし勝てなかった場合のことはまああんま考えてないんでね、その時はもう大変ですね。はい、ここ今俺がこの角度で今スモーク投げたんだけど、これちょっと横に膨らむじゃん。これマジ絶対に割れない。バレたらね、完全に腹切りします。うわああ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 あ、もうクソうんこ爆存来、マジ意味わかんない。え、でもバレてないの分かったっしょ、ちょっと切り替え見て。え、なんで、え、バレたのかマジで分からん。いや、まあでもプラントのクラブハウスでやったプラントの仕方はあれバレないんすよ。スモーク投げてちっちゃい膨らみの中でやってると、本当にどこでプラントしてんのってなるから、あれ強いんで本当にやってください。あれは真面目に競技シーンで使っちゃってる技なんで、まあ、俺たちとね、クインテッドアジタと、まあ、俺の所属してるチームとね、もし大会で対戦することがあったらね、あそこら辺適当に決め打ちしたらね、いっぱい死ぬと思います。いや、壊れてない。てかね、ここではちょっとね、カフェドステフスキーもあるんよ。これね、テルミットのヒートジャージの爆風が、もう3、いや、盛りすぎ、危ない、盛りすぎ、盛るとかった、危ない。2倍ぐらいになるね。技があるんですよ。見せます。あぶね、うっかり30倍とかいざなった。あぶね、あぶね、あぶね。リアル2倍になる。ヒートチャージで補強壁一気に2枚割るね、技があるんで。てか、これすると、えげつない射線でね、相手の強ポジ破壊できるんで。え、ちょっと、これは、マジ必見だと思う。ちょっと見ててくれ。ちょ、スレッチ上げて、とりあえず。俺たち、ここで働かないと何もできないの。いや、スレッチ君がいないときは、あ、ちょっと待って。お、サッチャーマピってる。そう、こういうね、なんか高台乗って、こう、いいんですよ。こう、ガサガサ、こう、シコシコするのいいんですよ。これ、ほら。ね？これやっぱ、屋上でシコるとスレッチ割ってくれるんですよ。うん、シコると割る。うん、そういう感じなんですよ。アピールした方がいい。とにかく、割ってくれない人には。VC とチャットで言うとね、雰囲気悪くなるんでね。大丈夫かなこれ。ちょっと誰か見てほしいんだけど、めっちゃそこ。今割れるよ。お、優しい。今割れるよ、だって。ありがとうございます。割っちゃいますよ。ちょっとね、裏技やるまでにもね、これもね、3億光年ぐらいね、かかるんで、ちょっと待ってくださいね。ちょっと本当に待ってて。
あ、EMP ないっすね。これミュート止めてくれたわ。あ、開いてんのか。いやでもスモークうまく使えるテレビ人はね、ここでいけるんすよ。スモーク焚いて、ちょっと待ってね。はい、 AME これで駆け抜けんじゃん。これトイレの車線開けると一気に壁開くんだよ。これいくよ。これもうほんと見せて。これやった方がいい裏技、一番左に割るので意味があるんだよ。ちょっと待って。 OK、 いない。いや、ちょっと待って、後で見せるわ。ちょ、とりあえずスモーク焚いて。ほらほら、こんな感じ。ほらすんごい。これ2枚一気に割れるの、ここで。もう俺がこれスモーク焚いてここまで入ってるから、もう野良がプラントしたらおしまいで、これあえて割んない。俺が使う。野良がプラントしたらね、もう勝ち確なんですけど、しないんでちょっと倒します。ここ絶対いる。俺絶対ここにいる。大体頭だったじゃん。頼む。あ、カウンター裏。あ、まずいまずいまずい。いや、勝ってる勝ってる勝ってる。あ、ね、うん。ラウンジバル。どんな空気になってきたよ。大丈夫俺。あ、俺これほんとミラー壊しておけばよかった。いやあれね、価値格なんよ。あの本来は価値格。これね、俺のトイレ割ったやつね、すげえ強いから。あのこれ実は、あ、そうだ、車線見てなかった。まあ画像でピコーンとかで載せとくけど、えげつない車線見れるんですよ。あれ相手の強ポジ破壊できるんで、あれマジ真似してください。え、大丈夫かなこれ。やってくれるかな。まあ大体でこれ勝てるよ。俺大事なところとか要所要所割っといたから、なんとかなると思う。あと15秒。大丈夫、15秒なら間に合う。これワンオンツーね、カフェは余裕だから。で、ダメですね。俺がね、巧みな開け方教えてあげますよ。あ、ナイススモーク。ちょっとお前がそれスモーク投げてくれと、俺のスモーク消費しなくてよくなるわ。いやこれね、細かくね、ちょっと決め打ちしとかないとね。これ、いきり散らして、俺の右手、すごくないですかって自慢してるわけじゃないんですよ。決め打ちして相手が来ないなって。ちょっとね、邪魔があんだけど。ちょっと行くぜ。俺、ここ回るわ。気をつけろ。あ、待って、俺バカだ。ちょっとヒートチャージ貼ったばっかじゃん。ちょっと、話しながらやったら記憶喪失したわ。大丈夫か、お前。いるぞ、そこ。いや、俺はこのミュート。待って、よし、スマブラ、危ねえ。おぉ、倒した。ギリギリスイッチ押したのはいいけどさ、ちょっとスマブラすぎるんよ。相打ちだったけど。あ、やばい、尋問提案されてる。敵はどこ、そこですみたいになってる。どうしよう。おい、ブリッツ頑張れ。お前排絶音みたいな名前してるやつ、ブリッツ。あ、はいはいはい、もう頑張って。はい、いける。お前なら無理だね。俺やっぱね、真面目にやるとね、あのちゃんと素晴らしい技を教えられるんだよね。ちなみにね、あの俺のガチコーチングはね、いつか俺のチャンネルでね、生放送しようと思ってるから、もうぜひ見てほしい。っていうかね、俺普段ね、てかあのコーチング最近やってるんだけど、あの俺本気で、あのおふざけなしでコーチングしてるんだよ。でね、俺思ったんだよね。俺さ、最近プロチームに所属してさ、ガチの競技シーンをさ、なんかそのやってるせいでさ、なんつうのかな、作戦がさ、なんかその業務みたいな感じでさ、立ててさ、なんかこう仕事だと思ってやってるから、その成功させるために作戦を立てて、勝つためになんかやっちゃってたから、作戦通ってもさ、なんかこうプロとしてやってる時って、なんか全然、おし、これ勝った、安定するね、じゃあこのまま安定した勝ちでやっていこうみたいな、冷めた感じでやってたんだけど、俺、コーチングしてさ、俺、気持ち思い出したんだけどさ、みんなに、その今ストリーマーのみんなにさ、コーチングしてさ、教えてるとき、作戦通るとめっちゃ喜ぶのよ。もうやべえ、作戦通った、嬉しいみたいな感じになるからさ、あ、俺も昔そういえばこんな気持ちあったわと思って、俺ちょっとね、あ、この気持ち俺忘れちゃいけねえなっていう風にね、ちょっと目覚めちゃったんだよね。うん、だからコーチングやっててね、よかったなって思ったのはそこだったね。やばい、ミラー張ってんだけど、ちょっとミラー壊すわ。適当にフェイクモク焚いて、ちょっととりあえずやり過ごすわ。え、ちょっと何言ってるかね、分かんなかったと思うけど、なんか作戦みんなで立って、やった成功したっていう喜びを忘れてたね、いつしか。プロとして仕事としてやっちゃってたから、なんつうの、作戦は通して当たり前、通んなかったらちゃんと反省するみたいな、なんかちょっと冷めた感じだったから、俺思い出さなきゃなって思っちゃったの。これはゲームだから楽しまなきゃってね。いやだから俺コーチングやってよかったなって本当に思って。えら、面会から戻るよ1階に。え、それ死なない俺ら。ちょ、やばくないそれ。タワー赤いるぜ。ちょっとま、なんかね、ときめいちゃったね。コーチングやってよかったって思ったよ。え、じゃあ2オン2なんだけど、あ、半角行きます。白線行きますよ。あ、前に出ます、了解です。ちょっとこれやばい、俺が前に出るぜ。
え、つまんだろ。やばい、ドキドキしてた。これぜっ、はい、ロテアナ、ロテアナ。いや、これは俺が、いや、殲滅か。あ、プランツンドね。え、やばい、俺ちょっと引かないと。これ開いた、あ、ぶれ。ロング、はい、はい、了解です。俺もう一生見てくれ。あ、待って、え、なんだなんだ、プリズマ、危ねえ。はい、ということで、ね、皆さん、まあ強いんで、皆さんなんだっけこれ、はい、テルミットドローザーやってみてください。ということでね、これからも情報漏洩していきたいと思います。メルトンでした、バイバイ。